はい、さい島倉正です。そしてオレンジレンジのナトです。これちっちゃいな。オレンジレンジひろきです。よろしくお願いします。今回はですね、はい、僕の初のソロアルバム 55RPM にお二人参加してもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもうちょっとね、 MV の撮影があったので、はい、ちょっとこういう格好ですけれども、はい、実はね、二人がきっかけなんですよ、今回のアルバム、うん、ソロアルバムを作ろうってやったの。ちょうど三人でこう、まあ、ご飯食べたりしてる時に、ナオトが、マサルさんソロアルバム作ればいいのにみたいな。で、俺がもうちょっとお酒に興味あったんで、いいじゃん、オレンジレンジがプロデュースしてくれるんだったらいいよ、やるよって言って、やるよみたいな。そのやりとりから、やっとたどり着きましたね。ありがとうございます。本当にね。どんな気持ちでやったらよく言ったのか。じゃあ、マサルさん、普段から、うん、あのこういう関係も広いし、うん、もちろんね、楽器の演奏もすぐ上手にできるし、曲もいっぱい歌えるし、もうやるしかないんじゃないかみたいな。逆になかったのが、逆になんで、不思議なんだよ。なんかもう、やってると思ってた。うん、マジで5枚くらい出してると思ってた。そうそうそう、今回初ってのは意外だ、意外だった。もうやってると思ってた。で、それでちょっとなったのからこうリクエストじゃないけど、こうちょっとどうせ一緒にやるんだったらチルっぽいのやりたいって言われて、で、まあ、タピオカとパンケーキっていう書いたんだけど、大丈夫だった。俺もう本当に家でさ、あの本当に携帯でもう適当に撮ったやつしか送ってない。送ってこんな感じで、どんな感じだったらいいっすねみたいな。それで音つけてきてくれたから。すごい早かったね。いや、まずコンセプトが良かったから、うん、タピオカとタクマン元気の気持ちになるという発想が、それでも、ね、やられてた。マジ？いや、すごい悪い。そうきたかみたいな。いや、本当にあのある日車運転してたら、タピオカありますってカフェの前に書いてあって、あれ見てさ、今時タピオカありますよ、皆さん読めると思って。で、そう思った時に、あ、なんかちょっと失礼な考え方してる、タピオカかわいそうみたいな。あんなにみんな持ってやられてたのに、タピオカってかわいそうだなって思ってしまって、ありましたからね。で、それでちょっとタピオカの気持ちになって曲を書こうと思ったのに、タピオカとパンケーキだったんで、今ほらまだパンケーキをちょっとパンケーキはまだ現役期間あるさ、でもなんか響き的にタピオカとパンケーキやった方が可愛いか。いや、いいよ。こういう話聞かなかったら普通に違うまたメッセージのね、そうだ、取り方があるかもしれない。うん、で、まあ、あれアレンジにこう、まあ、入っていくんだけど、ナオトのスタジオに、まあ、オレンジレンジのスタジオに行って、こうギター弾いたり、こうその時も2人でいろいろアイデア出そう、バーって。それでアルベルト・シロマさんにね、もう前説っていうか工場を述べてもらうならこっちに、すぐ電話してもらう。スタジオから。じゃあ最初なかったんだ。これほど面白いことには偶然なんだけど、メキシコに行ったわ。まさに。で、それで、あの、なんていうのあれ、ショートメールが来て、今メキシコだから、日本に帰って電話するね。すごいね。すごいね。で、偶然が偶然重なって、なんか、今回こういう風になったんだけど、で、2番はヒロキが歌ってくれたんだけど、はい、まあまあ、なかなか歌にくい。いや、普段やっぱ歌ってるジャンルとも違うし、キーも違う、キーもやっぱちょっと低かったみたいな、うん、難しいなって思いましたね、やっぱ最初は、うん、ありがとうございます。いえいえ、とってなんかやっぱ鼻が、ボーカルに鼻がとってもあるので貴重な経験があって、なんかね、でも予約できて、こういろんな方にたくさん聴いてもらえたら嬉しいなと思うんですけども、まあ、自分のことで申し訳ないんだけど、なんか宣伝してほしい。任せてください。なんかこう。ぜひ聴いてください。うそ下手だなぁ。くっそ。なんかもっといいこと言うから。まあ、でも楽曲はもちろんですけど、ミュージックビデオもめちゃくちゃ頑張ったしね。頑張った。楽しいよ、これは。あっという間でしたね。国分から南部まで行ったから沖縄ね。今やもうハットとヒゲがないとちょっと恥ずかしいぐらい。ちょっと裸にされたみたいな。そうですね。プライベートでもやっちゃおうかな。
本当楽しかったな。本当にレコーディングも楽しかったし、だからあの、まあ、どっかでライブで一緒にできる日を夢見ております。ぜひぜひその際に皆さん、はい、ライブに足を運んでもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、もう終わっていいのかな。ありがとうございました。ありがとうございました。アディオス。